大きさの比較。左からケレンケン、フォルスラコス、ティタニス、カストルニス。フォルスラコスの頭骨恐れ鳥類とは、鳥類の中で地上に進出し、祖先の獣脚類と告示した体型、生態を得た種族のこと。現在はすべて絶滅している。単系統ではなく、多系統であり、正式な分類名称ではない。恐竜絶滅後の新生代において、 巨体を手に入れようがた動物としてのニッチを埋めた、蝶類の一群。のガンモドキモクに属するフォルスラコスカや、カモメに近いとされる、ガストルニスカ、およびその島妹群であるドロモルニスカなどがいる。恐竜が絶滅した後も、その流れを汲む生物として蝶類が健在であった。蝶類は恐竜に極めて禁煙な派生種族であった。ため、それまでの恐竜、 特に直径祖先の小型住脚類のニッチを補うように地上に進出した巨大な鳥類が出現した。それが恐れ鳥類である。主な種類としてカストルニス、フォルスラコスなどがいる。新生代の初期、暁新生においての恐れ鳥類は温暖であった地球の全体陸で繁栄し小型動物が中心だった哺乳類を主な餌としていた。 ガストルニスなどは主に植物食だったという説も近年提唱されている。ジュラキア、白紀の原始的な鳥類は全身に指を持ち、顎に歯が生えているものが多かったが、彼らはすべて恐竜と共に絶滅した。生き残った鳥類のグループは進化の結果、すでに高度な飛翔能力を持つための適応を遂げていたため、祖先が備えていた前足の機能や顎の歯を失っていた。 恐れ鳥類においても一度よくに進化した前足は、希少能力を失った後も再び前足としての、機能を取り戻すことはなく、多くの場合退化していた。また、失われた歯は、猛筋類のような、針状の鋭い口ばしにより補っていた。赤月新生に続く、死神夜において、哺乳類が、第二の適応放散と呼ばれる大発展を遂げ、肉はめ、 無肉ハメといった原始的な大型肉食性、哺乳類や現在にもつながるキヒズメメやタマ、ヒズメメなどといった植物食性大型哺乳類が現れ、目覚ましい発展を遂げていった。従来は、このような哺乳類の進化に対応できず、恐れ鳥類は衰退したとみなされていたが、化石の新たなる発見や検証等から、恐れ鳥類は進出の様々な哺乳類や、陸性ワニ類とともに、 新生代の陸上生態系においてなお、重要な役割を占めていたことが示され始めている。北アメリカ大陸のバトルニスやオーストラリア大陸のドロモルニスなどは、新生代の後半に至って、なおも繁栄していた。哺乳類との生存競争があったのは事実としても、世界各地の恐れ鳥類の衰退と絶滅の原因は、半然としない。恐れ鳥類は、多くの大陸では、 新生代の前期にあたる死神よ以降、滅んでいった。しかし、海によって他の大陸から隔絶されていた南米大陸においては、フォルスラコス類がティラコスミルスのような肉食性、有体類と共に長期間にわたって生態系の頂点に立ち、独自の進化を続け、繁栄していた。進化した有力な肉食性哺乳類が南米に進出できていなかったためと思われる。しかし、 新生代の後期にあたる先進世において南米大陸が北米大陸と陸続きになったことで南米の恐れ鳥類や肉食性有体類は猫か犬かに代表される食肉目との競争にさらされることになった。肉食性有体類は姿を消してしまい恐れ鳥類も 頂点捕食者としての地位を占有することが難しくなり、彼らに対抗するために大型化の道を歩むこととなった。このことが環境変化に対する適応性を減少させ、後の彼らの絶滅の要因の一つとなった。しかし、ティタニスなど一部の種は逆に北米にも進出していった。そして、先進よ、それに続く第四期の後進よに入っても、中南米。 そして、北米の一部では、スミロドンなどの食肉目の大型肉食哺乳類と、共に、フォルスラコス類はなおも生態系の頂点の一角に、君臨していた。約40万年前に、最後のフォルスラコス類が姿を消し、恐れ鳥類は絶滅したとされていたが、新たな化石の発見により、さらに後の時代まで生存していたという説が、提唱されている。 これによれば約1万5千年前に最終表記の環境変化により、スミロドニア、ドエディクルス、メガテリウム、マクラウケニアなどの他の多くの大型動物とともに最後の恐れ鳥類は絶滅したとされる。ありがとうございます。